こんにちは、本気塾代表石原です。今日はですね、山にかかっちゃった石を打った総まとめということで、懐かしい5人について、説明していきますけど、とりあえず表を見ましょうか。はい。ちょっと離れちゃいましたね。向こうにこういう石を打つと無効になっちゃうとなりましたね。心理法、ギャグを言うと原則無効。まあ、条文上は原則有効に見えますけど、ね、それは相手の事情によって有効にしなきゃいけない。相手がね、ギャグだってこと分かんなかった場合、かわいそうだから、有効にする場合ありますけど、まあ、原則は意思がない以上、ギャグである以上無効だって話をやりました。そして、拒否表示、ね、A と B がグルになって、A が税務署から追われてる、あるいは借金取りから追われてる。だから A の財産を B に名義移転しちゃって、例えば譲渡とかしちゃって、売買とかしちゃって、差し押さえとか食らわないにしようと。そういうのも、本気で AB 間で譲渡や売買する気がない以上は、これも無効だというふうな話をしましたよね。でこの時にもちろんこれ何回戻ってくる、今日なんか戻りますけど、仮に AB 間では無効だっても、仮に AB 間では無効だったとしても、善意の第三者 C、要するに、あれですよ、第三当事者としての C が出てきた時に、A は C が善意だったら無効と言えないと、諦めると。要するに、B に、見た目上ギャグで不動産も行った、グルになって、見た目上不動産も行った、そんな B から買った C がもし事情を知らなかったら、そういうヤバい事情について知らなければ、C が保護されちゃう。したがって A は所有権を失っちゃうよって話を散々してきたと思うんですよね。いいですか、そんな話しましたね。また戻りましょうね。これが向こう2兄弟です。まあ、2人は2兄弟じゃない、向こう兄弟です。はい、行きましょう。次は、団子さんでした。先週やった団子で、前回の団子で、錯誤、詐欺、脅迫という全部取り消しになる三兄弟でした。勘違いしちゃったよ。騙されちゃったよ。脅されちゃったよ。なんで向こうじゃなくて取り消しちゃったんだっけ。無効になるほどひどい意思じゃない。ね。ギャグであるとか、通報して嘘の税務署逃れをするというのは完全に意思がないから無効にせざるを得ない。こっちは一応ね、勘違いしたとはいえ、騙されたとはいえ、脅されたとはいえ、かろうじて意思があった以上は、ね、本人がそれでもいいならいいと。A さんがそれでもいいならいいと。嫌だったら A さん取り消して無効にしろ。いいんだったら取り消しせずにそのまましといて有効にしたいという選択肢を与えている感じで、これは取り消し3兄弟でした。いいですか。この時に前回もこの団子3兄弟をまとめたと思うんですけど、取り消しの場合に2つに分けるというのは覚えてますか。 ABC の C がいつ入ってくるかということです。取り消し無効前の第三者 C というのは、 A さん、 B さんが取引しました。そして A が取り消す前に C が入ってきました。その後に取り消しましたというふうな状況です。この場合の C さんの方法ってどう考えてよかったんでしたっけ。 C さんが入った時には完全にまだ有効だったんです。だって取り消したのはその後の3番だから。 C さんは2の段階で入ってたから取り消される前に入られたんです。にもかかわらず後ろから A が取り消したよってことで梱包でバコンと殴られたんです。それは C から見ると非常にショックだということです。これを法律構成すれば、丸3の取り消しによって AB 間は遡って丸1の時点に遡って無効だということになっちゃう。取り消したことによって取り消し選ばなければ有効なんだけど、取り消したことによって遡って無効になっちゃう。そうすると丸2の時点ではドラえもんがやってきて、僕ドラえもん、2の時点では B は権利なかったよとかってドラえもん言い始めちゃうんです。だからそんなドラえもんか、ドラえもん買ったみたいな、そんな B から買った C は無権利状態になっちゃう。これは不意打ちだからかわいそうだよって思います。その時に C の方をどうするかと言いますと、2人の兄弟は、3兄弟って2人は C が善意無価値だったら助けてあげようねって話でした。 OK。 ちなみにさっきの場面、ギャグの心理療法と虚行時の場合は善意の C を助けてあげる。こっちは善意、 C は善意無価値じゃなきゃいけない。なんでっていうと、A の気の毒さもこっちの方はあり、こっちっていうのはさっきのギャグを言ったクソ A とか税務署逃れをクソしたクソ A っていう方は全く考えしない。しかしこっちは勘違いしちゃったとか騙されちゃったってことで、 A さんにも気の毒な面がありますから、 C さんを保護して A を任すためにはそれなりのハードルを設けようってことで、 C は単なる善意じゃなくて善意無価値というものを要求するんだ。これは、前回とかずっとやってることですね。それに対して前回加わったのは脅迫の場合も確かにそういう C って言いますよ。 B が A を脅して丸1取引をした、C はその後 B から丸に入った、その後丸3やっぱり脅された頃やだなと思って A は取り消した。この場合は脅迫についても、ね、取り消す前の C っていうのはあるんですが、脅迫の場合は、別に C がどんな状況だろう、 C が全員向かったのなんだろうが常に取り消せるというのが前回ありましたね。これが例外、これを覚えるしかないね。脅された人は上2つよりも気の毒具合が高い、つまり A の要保護性が高いなら、この場合は無条件に A を渡せる。だから
税を抜かしたら保護するとか、そういう規定は特にないんですね、ここはね。ここで例外。ただ、原理はですね、取り消し無効前の第三者っていうところを、ね、C というのは、棍棒で後ろから、ドラえもんの後ろから殴られてるんですよ。これ原理は同じです。それに対して右側なんですよ。右側というのは、取り消し無効後の C というのは、A、B が取引をして、A はもう取り消したんだ。ね。あ、勘違いやだな、騙されてないだな、脅されてないだって取り消したんだ。だからこの時点で、法原理上は、取り消した結果、丸1に遡って無効になるんだから、もう B 無権だんだ。それにもかかわらず C は入っちゃったんだ。神様はこの時言ってたわけだ。おー、C 待ってって、B 無権だから取引したらダメっぺよって言ってたわけです。にもかかわらず取引をしちゃった。こういう状況です。これが、取り消し無効後の C という状況です。そうすると C は後ろから棍棒を殴られたわけじゃないです。もうすでに棍棒を殴られて死にかけてるものを取引しちゃっただけなんです。そうすると、ね、C を保護しないという選択肢も確かになります。はい。そういう学者さんもいるんです。しかし、ね、A もね、ちょっと舐めてることがありませんかということで、A、なんで C が取引が入ったかというと、B のところに陶器が置いてあったからね、きっと B の陶器を信じて C さんが買っちゃったからね。ということは、A は丸2で取り消したら、速攻で陶器持ってこいよと。見てください。2と3ですから、小学生が見ても何しても、3の方が後なんです。時間ここにあったはずです。だとすれば、速攻で陶器持って帰ってこいよと。B のところに置いたままだから、こういうトラブル起きるんだ。という問題があります。そこで C にも一定の保護をしてあげるようにしました。無条件じゃないです。一定の保護。これも何回も言ってるように、B から A に所有権が戻っていくパワーと、B、C が B から買って所有権が動いていくパワーの、B を起点として AC に二重に B が売ってる。こういう条件に見える。ね。普通の不動産の二重譲渡っていうのは、この後物件ってとこでやりますけど、どっちかが先に登記をした人が勝ち、B から登記をもらった人が勝ちってルールありますから、これもそれでいいんじゃないと。ね。A は A で取引、丸 A で取引したんだったら、なるべく早く登記を持ってくるわけ。C も C で丸3で取引に入っちゃったんだったら、早く登記自分でしろって話だ。だから登記を先にした人が勝つ。ということで、これについては、全部共通の理屈で、対抗完結。復帰的物件変動というのはもちろん、一度 A から B に行った物件、所有権が A に戻っていくという動きね。そういう動きがあるんだから、B から A に復帰するのと、B から C に進むのがあるから、対抗関係だと。ね。トークすればいいんだということで、これで話をつけるんですよ。ここは共通なので、ね、OK?OK?、OK? OK? じゃあ、もう一回さっきの1個前の画面を見ましょう。こっちは、取り消しの前の第三者と取り消し後の C 分けてましたよ。さっきの画面に戻りましょう。はい。こちらは分かれてませんよ。表は分けてあるうちに分かれてません。これわざと狂気的効果を狙ったんですが、いいですか？心理融合や虚偽表示というのは、無効なんだよね、最初から。ということは、無効前の第三者とか無効後の C っていう分ける必要あります？取り消しの場合は取り消すまでは有効。取り消した後が無効ですから、どっちに入ってくるかって話してますけど、無効の場合は、AB 間の丸1の契約時でもう無効なんですよ。ね。で、C はその後入ってるわけです。どうやっても C は、ね、丸3もないよね。もう2つしかない。AB 間の契約と BC 間の契約しかない。取り消すってアクションもないんだ。ということは、絶対に C は、無効、まあ、言葉を言うなら無効後の C なんでね。無効が起きてるところに入った C なんですね。さっきみたいに、A が取り消す前に C はいたのに、遡ってドラえもん殴られる事態はまず起きないんです。OK? いいですか？で、そこで、さっきのこういう分けるのをまず、これはできないことを押さえてくださいね。で、分けるのができないときにどう考えるかというと、まあ別にね、C は今言ってる無効の状態で入ったんだから、別に後ろから殴られたことじゃないんだから、保護しなくてもいいけれども、法律はね、C が善意なら保護してあげようよと。まあ、この場合は要するに A が悪すぎるからね。C の保護する必要もあんまないんだけど、無効の状態入ったのもないんだけど、A が悪すぎるから、まあ、C 保護してもいいじゃんぐらいな感じで、全員の C には無効いないという話になっています。いいですか？分けれないということをまず押さえてくださいね。はい。パンダと皆さんでお約束を受けしましょう。前から言ってるかもしれませんが、そのまとめの不要の時には必ず不動産をイメージしてください。動産だと話が全然変わってきます。どういうことかもう一回再度言っていきましょう。今やってる話というのは、結局、もし C が取り消し前の C だったら、ね、本当は、ね、まだ C は有効なうちに入ったんだけれども、でも、丸3の A の取り消しの結果、後ろから殴られて、遡って B は無権利だったよ。ごめんね、ドラえもんが来たから、丸1の時点で無権利だとなっちゃった、取り消し起きたから。そうすると、無権利の人から買ったから、さあ弱ったな、C は負けちゃうのかな、かわいそうだなっていう問題。
あるいは取り消し後の C もそうですよ。 A が取引して A が取り消しした後 C が入ってきた。 B は無権利なのに C は買っちゃったよ。C は全く保護されないよね。なぜならば無権利者から買ったから何も来ないよねっていう大前提になります。ということは無権利者から買っても来るような場合も話が違います。動産の場合は、まあ、これも物件で、詳しく言いますが、無権利者からゲットした時、した時でも、即時取得っていう別の理屈で保護される場合はもともとあるんです。ですから、不動産みたいに無権利者から買ったら絶対負けちゃうよ、なんとか知る場合も必要かなっていう疑問点がそもそも起きないんで、動産の場合はあんまり考えない方がいいです、この場合。本当に応用になっていくと、いや、それでもどう、これを、まあ、もうちょっと種ばらしちゃうと、これを満たすときにもいろいろ条件がありますから、これでは勝てないときに C の保護を考える際にやっぱりこの表が必要になることがあるんですけど、基本は不動産でイメージしましょう。それがパンダと皆さんのお約束一つ目です。はい、心理留保は許可し、要するに無効兄弟については無効前の第三者 C っていうことは考えないよと話をしますね。無効前の第三者 C というのはそもそもこの場合心理留保は許可しの場合はありえないよと。なぜ無効というのは、丸1の最初の AB 間の契約時点から、無効なんです。最初から無効なんです。ということは C が入ったのは絶対これより後でしょ。 C は B から買ってるから、絶対 C っていうのはこれに遅れるよね。1に遅れて2が来る。ということは、無効の後しか C はありえない。無効前に C が入るということはありえないです。最初から無効であり、ある意味言ってみれば C は全部無効後の C となります。無効前の C っていう、言葉自体が論理破綻してです。ただそれをね、じゃあ無効前などと考える必要ないのか、分ける必要ないから表としては1個にしているという状況です。ですね。で、実際 C をどう保護するかというと、最後表でもう一回見ておきますけど、C が善意かどうかで保護するんですよね。はい。それから今度は、取り消し3兄弟の時、錯誤、詐欺、脅迫で取り消した後に A が B となって取り消した後、つまり C は入ってきちゃいけないのにその後入ってきちゃった場合に、対抗関係で収集しましてね。A が B と取引して取り消した、その後に C が入ってきたときは、ね、丸2の取り消しによってこっちに物件が所有権が戻っていく、一方でこっちに所有権が進んでいく。だから B から見て A と C 両方にばらまいてますから、 A と C は対抗関係で処理するんだって話をしましたね。これについても無効兄弟の場合この概念は起きません。心理療法は坪教授の場合この話は起きません。なぜ、もともと無効なわけですから B から戻るという場面がないんだよ。だって無効兄弟の場合は無効な心理療法教授がありました。 C はなぜかそれから買っちゃいました、ね。別に、ね、B から A に戻るんだって元々無効でここに留まってるわけよ、ね。こっちの場合は元々取り消す場合有効だったから所有権が1回いった、それが2によって戻ってくると起きるけど、こっちは元々無効なんだから A の元に所有権がある。最初から最後まで B はスカなわけ、スカから買っちゃったのが C なわけですから、こっちの場合は、ね、二重に B から移動するという関係が起きませんから、この場合対抗関係なんていうのは起こりようがないという話です。さあ、だいぶ分かったかな。最後もう一回まとめましょう。まずはどっちにしようか。じゃあ取り消し3兄弟からいきましょう。はい、取り消し3兄弟いきます。まず取り消しの場合は、取り消すまでは有効、取り消した後は無効ということで、取り消し前の第三者というのと取り消し後の第三者というのに分けることができます。取り消し後の第三者っていうのは AB が取り消した、ね、無効になった後に B から C へ買っちゃった、 C を保護しなくてもいいけれども、でも A だって取り消したんだったら早く登記戻せよと、ね、それを戻さないんだったら場合によっては C 貸させるということで、B から A に戻る力、そして B から C に進む力の、二重譲渡みたいに考えて対抗関係で仕掛けます。ですから A と C どっちが登記を先にするかで決まるという話でした。 OK ですか。一方で、取り消す前に入ってたし、つまり C が B から買った時には有効だった。にもからその後の A の取り消しによって C を後ろからドラパンチを受けたという状況です。はい。この場合はどうするかというと、C はやっぱりこの場合かわいそうです。だって入った時には有効だったわけですから。そこで C を何らか保護しようということで、錯誤詐欺の場合は C が全員抜かすだったら保護してあげよう。っていうふうに、C の方法を設けてあげました。ね、なんで昔話しいけないかというと、この場合 A もある程度かわいそうだったんですね。確かに C はかわいそうだけど、 A だって勘違いしたり、騙されたからある程度かわいそうだから、まあ、C にもそれなりのハードルを用意することにしました。はい。この時に C は登記不要、これ前から動画で言ってますけど、これわかるよね。別にだってこの場合というのは、よいしょよいしょ、 A が B にあれして、そして C がこれして、最後これっていうわけだって、
別に、ね、B から見て二重に打ったという関係立たないもんね。さっきのあれと違ってね。さっきの、ここに丸二があって、B が取り、A が取り消されて戻るよ。こう行くんじゃなくて、こう一方的に行ったのが、C まで行ったのが、スーッと A に戻されそうなという状況ですから、二重に打ってるわけじゃないですから、別に登記の問題は起きない。ということで、登記の話ではないです。じゃあ、脅迫についても同じように考えたいなと思うんですが、ね、もともとね、A がある程度はかわいそうだから、C にはそれなりにハードル用意しました。脅迫の場合はそれ以上に A がかわいそうです。なぜならば落とされているから。ということは、この場合は C を保護しなくてもいいのかなということで、この場合は特に C を保護する規定はありません。A が常に取り消せるということです。ここまでが、取り消し3兄弟です。最後に向こうの2人です。向こう様お二人について、ギャグの場合とグルの場合の話です。そもそも向こうの場合は最初から向こうですから、向こう前とか向こう後と分けることができません。比較するためにわざわざこう置いておきますね。教育的な配慮のためです。はい。向こうはもともと向こうです。はい。もともと向こうなんで、別にね、特に C がかわいそうという状況ではないです。まあ、そんなにはかわいそうじゃないです。いきなり後から不意打ち受けだというわけではありません。まあ、ただそうは言っても、まあ、A が相当悪いですからね。まあ、C を保護してもいい場面あるんじゃないのということで、A の悪さから C を保護することに考えました。そこで C は、善意無価値でもなく、ただ単に善意だったら保護しようということになりました。なぜ無価値いらないかというと、A がひどすぎるからですね。よろしいでしょうかね。はい。で、この時も別に、ね、B から見て二重に言った、早く登記をゲットしようとか、そういう場面じゃありませんから、登記の問題にはならないということです。よろしいですかね。これがやりたかったことで、これが大体大学、もし大学生の視聴者がいれば、大学の学部試験はなぜか30年間毎年これなんだよね。この話なんで、この話をもうちょっと簡単にしたような問題かと思いますんで、まあ、大学の学部試験に限らず、もう常にね、引っかかるとしたら最初の民法の前半引っかかるのはここだと思うんで、頑張って復習してください。以上です。